こんばんは、平井博明です。真面目シリーズ第6弾ぐらいやります。平井博明のワンナップゴルフ。もうその辺が適当だから真面目じゃないもんね。そう、めっちゃ真面目だよ。真面目シリーズがそもそもあったのかっていうのと第6弾ってもう何なんだろうか。性格出てるでしょ。あ、出てる、うん。だってほら、あれ本当だ、真面目でしょ。あれ珍しい、こんな寒いのに。ほらほら、もうやりますんで。やりましょう。真面目なのリクエストとかでも結構多かった。グリップやります。え、グリップ取ったじゃん。いや、まだ取ってないところがある。まだ取ってないのがね、あと13本あるから。グリップで、グリップで大変だね。グリップ大変よ。フックグリップですか、スクエアグリップですか、どっちですか。フックが多いですよね最近、うん。でフックグリップとグリップする向きのクラブの角度とかそういう関係性を知らずにフックグリップにしてる方が多いと言わない、全員全員全然知らないんだから。全然知らない、どうしちゃったのっていう。そう、うん、早くやれよって話だよね。ごめんなさい、ね。まず、うん、シャフトがまっすぐです、うん、体に対してま、うん、っすぐだったら、うん、スクエアグリップになんなきゃいけない、うんうん。スクエアグリップって、まあ、親指が真上に来るぐらい、うん、これぐらい、うん、でまあほぼほぼ左手の甲が縦になるぐらい、うん、まあ、これだとまっすぐすぎちゃうんで、まあこれぐらいだよね。これが、まあ、スクエアグリップって言われてる、うん、これぐらい、うん、でこれがこうなってくると、まあ、フックグリップ、ストロンググリップって言われる、うん、この時なんですよ、うん。アドレスってここのこの角度がスイング中に一番伸びてるのね、うん、アドレスが、うん、スイング中にそこより伸びることってないの、フィニッシュまで。そう、それでこうやって握るでしょ、うん、ハンドファーストにする人流行ってるでしょ、うん、ハンドファーストにすればするほどこういうグリップになる。そうだね、うん、でハンドレイトになればなるほどこういうグリップになりますよってことなんだ。そうだよね、うん、あれトルク知ってた。知らないけど、だって腕がついてる場所考えたらそうなるに決まってんじゃん。冷めたな今の。トルクそうなのって言ってくれるかと思ったけど、常識的に考えてそうだよね。そうなの、そうなの。嬉しい。すいません、ワンナップ初めてやらせです。正直言いますから。そう、これがフックグリップにしないで、うん、このまんまの向きなのにこうやってやってる。あ、そしたらこれめっちゃ浮くじゃん。ここ張るでしょ。そうだ、ね、ここ張ったらインパクトでこうなる、うん、あ、それが一番伸びてるからね。ダメでしょ、うん、なってんのよ。右行くんですけどっていう。ああ、そうか。そうだから、ここが、うん、ウィークグリップのままハンドファーストにしてフックにしたらここ柔らぐでしょ、うん、だからまた自由になるのよ。これで不自由なのよ。だからインパクトに戻せないし振り遅れるし当たんないの。だからこれがしっかりハンドレイトだったらウィークでいいのよ。こうやって、うん、ハンドレイトでフック握ったらこうなるから。あ、なるよね。そう、これも打てないじゃない、うんうん、そうだからこうなるこうなるの関係ができてない。こうなればなるほどこうなってフックになって入れば入るほどこうやってウィークになるっていうのができてない。これ知ってたら、うん、俺バンカーショットなんかは、うん、そうだよね、めちゃくちゃフックだよね。こうやって握るのね、うん、そうだ、バンカーショットはこうやって握ってこうやって出すんだよね、うん、そうだ、そういうのがね全て関係していくんだよね。つながんだね。つながる。だ俺はそもそもそんなにハンドファーストにしないから、うん、だからウィークグリップで右も少し上から握るわけよ、うんうんうん、こうやってできるから、はいはいはい、こうするんだったらもちろんフックにするんだよね。で右も下から握るのね。あ、うん、そっか、じゃないと合わないから、うんうんうん、そう、そういうのがある。めっちゃくちゃある。そうだね、うん、
これがね全然そのグリップを変えないで手を右左だけにしてる人がいるの、うん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 、でそれ当たんないんだよね。だから自然とこっちの置いたって俺当たるよとか、うん、こっちの置いたって俺当たるよとかっていろんな動画で俺やってるじゃない、うん、それは手の向きをこうやって変えてるから簡単に当たるのね。あそういうのもあるので、あとはそこに戻すだけ、ね、そう戻すだけ、そうそういうのもそのまあトリックじゃないけど、うん、ありますよっていう。だから全然ハンドパスダメって言ってるけど、うん、こうやってやったって、はいはい、フックに握ってこうやってやったら全然当たるわけよ。はあ、なるほどね。だからハンドファーストにして当たんなくなったっていうけど、ハンドファーストの仕方が合ってなかったのかなとも思うわけ。そうだね、その方がね、うんうんうん、だからちゃんとしたハンドファーストを教えてもらってれば、うん、当たってたかもしれない。そうだね、うんうん、俺は教えないから分かんないけど、うんうん、教えたとしてもグリップをちゃんとやるから、はい、うん、アプローチなんかね、こうやってやってやるけど、うん、その時はちゃんとフックにこうやって握ってこうやってやんないと。だからよくね、りょうくんのアプローチがね、うんうん、ヘッドが出ないでね、うん、こうやってなるって言うんだけど、 あれができないってわけよ。おいおいおい、それはフックに握らないとできないよね。この関係を作ってないといけないんだから、おいおい、この関係を作ってこうやって打てないとこのアプローチのフィニッシュにならない。こうやってスクエアグリップ、うん、ウィークグリップ、スクエアグリップで握ってたら、うん、こうなるからね。あ、ヘッド出るのね。そう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 。そういう関係もめちゃくちゃあるから。じゃあ本当にグリップで結構変わるね。めっちゃ変わる。もうしていい？手袋。いや寒いからね。寒いから。かじかんじゃからね。かじかんじゃ。めっちゃくちゃ関係するよ。球筋が全然変わる。そうだからドロー打ちたい、フェード打ちたいとか。でも変わる。全然変わる、全然変わる。意外な話していい、うん、意外に意外フックグリップの方がドローヒッター少ないのね。フェードヒッターの方がフックグリップ多いの。そうなんだ、うん、じゃあその名前と球が逆になっちゃうんだそうで、めっちゃくちゃドローヒッターは意外とウィークグリップ、あのスクエアグリップ多いから。へえ、やっぱ返すからね。フックグリップだとやりすぎちゃうとかね、うん、そういうものも関係してくるんだけど、うんうんうん、あ、そうなんだ。タイガーなんてめちゃくちゃスクエアグリップだからね。フックじゃないから、手中だから。へえ、そうそうなの。そう、意外とタイガーってさ、スイングスピードだったり回転の度合いだったり、うん、スイングの綺麗さばっかり見て、うん、そういう手の位置とフックグリップとか グリップの向きの関係を見てる人って少ない、うん、そうなんだ。タイガーマニアぐらいしか知らないんじゃないマニアだよね、うん。だからジョン・ラームとかはフックだからね、うん、そういうその関係性っていうのがスイングとグリップの向き、あとクラブの角度によって変わりますよってこと、うんうん。まあ、あとグリップは金曜日上がるやつだよね。明日上がるやつだよね、多分。グリップの関係だから、グリップの握り方なんかはやりません、うん、今回それはそうだね、うん、それを見ればいいから。そう、だからその関係性遊びやってなかったなと思って、あ、ちょっと急いで撮ろうと思って。あれでもそれすると結構やっぱ無限になっちゃうね。無限なの、無限なの、組み合わせって言ったら。そう、それにボールの位置が関係してくるんだから。やばやばいでしょ。例えばこうやって構えて、うん、これアイアンだとして、うん、ここでこれでしょ、うん、したらさ、ボールの位置がここだったらさ、うん、またこうやって もっとフックに なってくる。あ、そうだね。そう、そうするとここのここの角度が変わらないように変えていかなきゃいけない。ここの角度って自分の角度だからね。だからその自分の角度が変わったら違和感になるじゃない、うん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 、だからそこを変えないようにグリップの向きを調整するの、こうやって。だからプロってどのボール、トラブルショットでもないショットの普通のショットでも、ボールの位置変えても普通のショットが両方打てるすぐ。それはもう違和感をどれだけなくすかだから。だから右に置いたらすぐこうやって、左に置いたらすぐこうやって、こうやっていろいろこうやって変えるんだよね。そう、それをすぐやるから。いや、レッスンであのボールの位置さ、1センチしか動かさないじゃん。それ1センチ動かした時は握り方とかも変えてもらったりするの？1センチは変えない。1センチだったら変えなくていいんだ。変えないんだけど、その人のクラブの角度を見てるのね。そっか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 。おととい、うん、秋田から7時間半かけて来ていただいた方、遠いんだよな。
遠いよね。遠いんだよ。遠いんだよ。時間かかってまま遠いよね。遠いんだよね。でもその方はね、俺がね、うん、テイクバックの形ちょっとやったらね、うん、あ、ちゃんと直すんですねって言われたの。何ボール1センチだけじゃなかった。そう、よく動画見てんな。もうね、めっちゃコアなファンだったの。そうだね。もうね、めっちゃくちゃ楽しいレッスンだったんだけど、うんうんうん、すっごい見ててくれてんの。だから全部話が分かる方。あ、そう。ちゃんと直した。そうそう。珍しく。うん、珍しいね。珍しいのかな、分かんない。うん、そう。だからもちろん形動きっていうのは、うんうん、まあちゃんと直しますけども中には1センチでナイスショットが出た方もいましたっていうことですね。そうだね。はい、まあグリップの向き本当大事なんで、ぜひ毎回言うんですけどもチェックをしてみてください。クラブがどの角度でどの向きで握ってるかっていうのはすっごい重要です。でも何にも考えなかったら真ん中でスクエアで握っとけばいいってこと。そうまずはそれやろうか、うん、まずはクラブがこう垂直っていうかまっすぐになった時に、うんうんうん、さっき言った親指がちょうど真上に来る、うんうん、この向きで、うんうん、こうやって握って、うん、でそれに合わせてこうやって握る、うんうん、こうやって握れたら、うん、もうこれはまっすぐですよね、うんうん、真ん中、うんうん、これから始まった方がいいね、うんうんうん、それスタートであとは自分のやりたいように。そう球を強くしたい速くしたいっていうんだったら、まあ、多少こうハンドファーストにしたりとか、うん、でハンドファーストにするんだったらちょっとずつフックグリップにしていかないとダメですよ、うんうん、そういう関係性を知っとけばそのダメな方向に向かわないので、うんうん、はい、それだけはもう覚えておいてください。お願いします、はい、で今回はグリップの向きについて動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。